ニュルンベルク年代期における前兆の霊前兆とは何かある出来事が起こる前触れのことである。予兆、兆し、通常前兆といった場合は人為的な現象ではなく日食や動物の行動などといった様々な自然現象が起こる前に出現する予告的な現象のことを指す場合が多い。例えば地震や火山の噴火といった 自然災害が発生する前に、それらの現象が実際に発生するよりも前に起こると、される何らかの現象、事象は、地震の前兆あるいは、噴火の前兆などと呼ばれる。地震の前兆については、動物が異常行動をする、地震雲が出現するなど様々な説や俗心があるが、これらはいずれも、科学的、直接的な根拠はない。このように、 何かの前兆とされる素現象の中には、人間による単なる経験則などによる根拠のない俗信、伝説などに基づいたものも含まれ、科学的、直接的な根拠、理由がない、いわばこじつけと言えるものが多い。そのため例えば、現在でも地震の前兆を証明し、地震予知を行うことは困難だとされている。なお、良いことが起こる前兆のことを随調。 悪いことが起こる前兆のことを強調と呼ぶ。ありがとうございます。